5月1日の運の塾通信をお送りします。富裕層廃止の誤った主張、今日4日目です。所得と負に上限を設ける議論は単純で熱狂的で間違っている。金の卵を産んだ白ガチョウを締め殺そうとする腕のイラスト、今日4日目ですね。しかし現実的な話になるとどちらの本も歯切れが悪くなる。具体的にどうすれば金持ちを廃止できるのか。ヒルドヤード氏はとりわけ最高賃金と高額の富裕税に賛成している。ロベインズ氏はそれにはさまざまな政策のパッチワークが必要だと言い、限界税率 100% という表現で彼女の考えを単純化しようとする人々に苛立っている。しかし1000万ドルを可能な限り厳しい制限にすべきだと彼女は本気で言っているのであれば、それは限界税率 100% に非常に近いものにを意味する。このような政策は壮大な規模の租税回避を引き起こすだろう。頭脳明晰なアドバイザーたちは富裕層が富を隠したり、より有効的な管轄区域に移したりするのを助けるためにあらゆるシナプスを緊張させるだろう。仮に不利な状況にもかかわらず政府がそのような手口を阻止することに成功すれば、多くの富裕層が移住するだろう。そしてもし政府が全て同じような負の禁止政策を採用し、著者たちが望むように施行が厳しかったら、その影響はさらにひどくなると。今日4日目ですけれども、印刷の本を書いた著者たちが最高税率もしくは高額の富裕税ということで、限界税率 100% ということはある限界を超えたらもう全て税金になっちゃうという意味ですけれども、1000万ドルが限界というふうに彼女が言ってるんであれば、限界税率は 100% だろうとことは言ってるんですね。でさらにそういうふうな高額税率をかけることによって富裕層が富を隠したり、いろんなアクションをして、さらに政府がそれに対応しようとすれば富裕層はその国から出ていくだろうというようなことを言ったりしています。そういうことですね。